C 上の現代フリギア戦法プレイ。フリギア戦法は、二つの異なる戦法を指す。第一に古代イギリシアのトノス・トノスあるいは、ハルモニア・ハーモニアの中で、フリギアと呼ばれた、特定のオクターブ種あるいは音階。第二に、中世のフリギア戦法。現代のフリギア戦法は後者に基づく、全音階である。ディアトニック・ゲノスの D 上のフリギア・トノスプレイ。 エンハーモニックゲノスの異常のフリギアトノスプレイフリギアのトノスやハルモニアはアナトリアの古代王国フリギアからその名を得ている。古代ギリシアのフリギアのトノスによるオクターブ種はディアトニックのゲノスの場合、中世と現代のドリア戦法に対応する。ギリシア音楽理論でこの名で呼ばれたハルモニアはトノスに基づき、その音階あるいはオクターブ種はテトラコルドから作られ、これは ピアトニックのゲノスでは、全音半音全音という一連の上昇音程から成り立つ。オクターブ種は一つの全音を挟んだ二つ。これは、ピアノの発見を D から D へ弾いたものに相当する。DEFGABCD。この音階は一連の特徴的な旋律の動きや、エイトスと関連付けられ、フリギアすなわち、 アナトリア高地の高慮とした山岳地帯の気ままで奔放な人々の民族名に、ちなんだ名を持つハルモニアとなった。この民族名は、クレオニデスといった理論家によって誤って、13の半音階的な異常レベルの一つに当てはめられ、音階の音程の構成を無視された。初期カトリック教会は八つの戦法を発展させ、それに、中世の音楽学者は古代ギリシアの、 ハルモニアイハーモニーに使われた名前を引いて、フリギアの名を8つの境界戦法の第3番目に与えた。これは E 上の正確戦法で E からオクターブ上の E に展開し、B で分割される。つまり、半音全音全音全音のペンタコルドで始まり、半音全音全音のテトラコルドが続く。EFGABBCDE。この戦法の音域 EN、アンバタスは、 一音、低い D まで広がる。六度である C は、第三四辺道省の路上音に対応し、ほとんどの理論家によって、終止音に次いで主要な音とみなされた。しかし15世紀の理論家、ヨハネス・ティンクトリスは四度の A がそれに当たると主張した。二つのテトラコルドを並べ、音階の下に一つの音を置けば、ヒポフリティア戦法を作ることができる。GABCDEFG。A B C D e F G 以上の現代フリギア戦法プレイ。現代西洋音楽において、フリギア戦法は、エオリア戦法とも呼ばれる現代自然的単音階に、関連する。フリギア音階とエオリア音階との違いは、前者の後者より、半音低いがいつ音戸である。以下に示すのは、E から始まるフリギア戦法であり、調整音楽の音度に対応して、現代朝戦法や、自然的単戦法を変形して、 フリギア戦法を作れることを示している。E フリギア。戦法 EFGABCDE。長長、12345671。短調12345671。このように、フリギア戦法は、根音、単2度、単3度、完全4度、完全5度、単6度、単7度、オクターブからなる。半音、全音、全音、全音、半音。 全音、全音というパターンでも書ける。フリジアンドミナント EN、フリジアンドミナントスケールは、先方の3度音を上げることで作られる。E、フリジアンドミナント。先方、EFGABCDE。長長、12345671。単長、12345671。フリジアンドミナントは、スペインジプシー音階 EN、ジプシースケールとしても知られている。 なぜなら、フラメンコ音楽に見られる音階と似ているからである。フラメンコ音楽は、アラブのマカーム・ヒジャーズに似た調整した音階と、長短の2度と3度を用いた2戦法の配列とともに、フリギア音階を用いる。コンテンポラリージャズでは、この戦法の上に立てられたコードやソナリティに、フリギア戦法は用いられる。スース4コードやは、フリジアンサスペンデットコードとも呼ばれる。 例えばソリストは S4 コード EABD 回の上で E フリジアンを演奏する。